皆さんこんにちは、山鹿神社の押森です。今日はですね、シデについてお話ししたいと思います。シデ、こういった感じで書きますが、この地域ですと地元の方は切り下げくださいっていうふうに来ますので、切り下げとも表現しております。今日はですね、お話しますか、作り方の動画になります。この地域ですと昔は県務社の方はですね、地元の総代さんが、切ってそれぞれのお社を準備していたんですが、今ですね、なるべく総代さんもこう2年に1遍ぐらいで変わって、早いところだと1年に1遍で変わってしまうので、結構負担になってしまうのもいけないと思って、もう神社で取り来てもらえれば普通にお渡ししますと言ってます。宮司の務めであると思うので、そういうことをお話ししてますが、中にはですね、自分の家ですとかの氏神様、屋敷神様のものを毎年準備している方もいると思いますので、総代さんに向けた動画ではありますが、各家庭の神祭りについての参考にしてもらえたら嬉しく思います。で、今日はですね、山鹿神社では一応社殿の大きさに合わせたりして大中小ございますが、この大と中のちょうどですね、明日のお祭りで境内の市でを新しくしなければいけなかったので、その作っている動画をご覧いただきたいと思います。シデといいましても、いろんな種類がございまして、今日はですね、この社殿用のものを作りますが、その他に玉串用のものですとか、お祓い用のシデなんかもございますので、折を見てお話ししていきたいと思います。明日もし余裕があれば玉串を作る、動画も撮っていきたいと思いますので、刑務所の中ではですね、玉串自体を先に準備してくださっている地域もございますので、参考になればと思い、こういった玉串を作る動画、撮るところから始めたいと思いますので、紹介していけたらと思います。神々ですね。ではやっていきます。それでは、シデの山鹿神社で構成しているシデの中の大きさの作り方をやっていきたいと思います。まずですね、ちょっと糊の入ってる、半紙ですかね、これを半分に折りまして、裁断します。そうしましたら、こちらを、2つ折りにしていきます。2つ折りも、2枚合わせて2つ折りにしていきます。
折り方いろいろあると思うんですが、私はこのように折ってます。平行に、ここがですね、こう平行になるように、それを目安に折っていきます。シデをつけるときは荒縄にこう先端を斜めに折って尖らせて縄に差し込むというやり方がありますが、山鹿神社の場合は小寄りを、小寄りでつけて、総大さんたちが縛りやすくしています。形になります。